はい、イーズログイーズです。はい、今日はダイエット飯が何回目だったかな？ 3 回目かな？ 4 回目かな？はい。まあ一応ご飯と、まあ水菜、大根おろし、揚げ豆腐。で、これは何で煮込んだっけ？麺つゆで煮込んで、で、卵1個溶かしてます。で、なんかもっとこう、いり卵っぽく、こう、不安ってなると思いきや、まあならなかったっつう話だね。で、必ずサラダはつけるようにしてます。で、合鴨のなんだっけな、業務用スーパーに売ってる300円くらいのやつをちょっと解凍するときに、解凍しきれなかったからちょっとフライパンで焼いて解凍して今乗っけてますね。あとは千切りキャベツ、レタス、ヌードルカットした人参と、あとはスライスした玉ねぎで、まあポン酢ですね。まあ基本的にポン酢はあっさりしたものが好きなんで、ポン酢を、ドレッシングとあえて必ず レモン味テイストっていうかさっぱりはさせてます。はい。まあ、あとはお味噌汁ですね。で、まあ、あとは、ここシェアハウスに来てから、まあ、1日1食とか2食になってますね。まあ、そんな感じです。